地下室マンションとは日本の建築基準法上方法であるが法改正時に例示されていた専用住宅の地下室利用ではない高低差のある敷地に半地下形式で建築されるマンション。地下マンション、傾斜地マンションとも言う。地下室マンションの概念図1994年の建築基準法改正により住宅の地下のうち延べ面積の1、 三以下の面積を溶石率に含めないという規制緩和がなされた。この住宅に専用住宅と共同住宅の別はなく法改正により従来では建設コストがかさみ敬遠されていた傾斜地に溶石に参入されない地下部分を多く含んだマンションを建てて分譲すれば価格競争力のある物件となり得ることに開発業者が着眼した。 これによって、傾斜地の周辺に住む住民から見れば、従前の方の下では建築できない、例えば地上を4階と地下3階を足した7階建てにもなるようなボリュームの建物が相次いで誕生することになった。また、地上か地下かの区分は、敷地の平均地盤面によって決定されるため、り土をして地下部分の範囲を広げるなど、 より有利な建築となる操作が加わることもある。これまでは、傾斜地のため建築しにくく、山林として放置されていた土地が、近隣住民にとって、緑地として認識され、その場所が開発されるため、地域住民からすれば自由環境の甚大な悪化となる。また、災害防止等の観点から問題視されることもあり、地域住民と開発業者とのトラブルに発展している。 ケースもある。近年では、各地方公共団体が条例で、斜面地建築、開発を制限する動きも出てきている。建築基準法では、室内の床から天井までの高さの1、3が地盤面下である木柱橋を地下階として定義している。このため、ベランダ側が地盤に埋まっていなくとも、階全体のうち1、3が地下に埋まっていれば地下であるとして扱われている。 正確に言えば、3メートル以内ごとに別の地盤面を定める必要があるため、各階ごとにそれぞれが地下階となる高さに設計上、放規上の地盤面を設定できる。東京都、神奈川県、埼玉県、兵庫県、京都府。ありがとうございます。